愛媛宇和島フェアが8日行われ、愛媛県宇和島市の特産品を販売。マグロの解体や宇和島市長のトップセールスが繰り広げられました。本日頑張って54キロのマグロさばきたいと思います。机の上に乗せようとしております。ありがとうございます。うわ、でかい。大きい、大きいです。ありがとうございます。おこぎりも使って胸びれと頭から切っていきます。まずは胸びれから切っていきますよ。マグロの頭はですね、おぼ肉や脳天といったそうなんです。そんな貴重な部位たくさん詰まった頭が今、よいしょ、取れました。筋トレでございますください。はい、よいしょ。はい、ということで、そんな皆さんの熱い視線を感じながら解体ショーを進めていきます。あ、はい、大きな54キロのマグロ、なんか自分がさばかれるような気分で見てましたけど、見事なさばきで感心しました。初めてだったので、はい、大変良かったです。タイ飯、みかん大良かったのでタイ飯を作ろうかなと思ってます。これまで宇和島のことをよく知られてない方々が今日のこういう機会を捉えて、より興味を持っていただいたなということは実感しましたし、やはり私たちは私たちの素晴らしいものをこれからも提案し続けていく日々になるんだろうということを確信しました。こういった素晴らしい笑顔、そして皆さん盛り上がってですね、こうやって販売、購入をいただいたという事実は、生産者の方々の励みになる、今後を生産していく勇気になると思っておりますので、しっかりこの感動というものを私から伝えていきたいと思っております。